どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、JQ カードセゾンのゴールドクレジットカードが先日ですね、発表されましたので、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、セゾンのね、ニューリリースにこういった形になっておりまして、JQ カードセゾンゴールド募集開始についてということで、2023年の3月1日よりですね、JQ カードセゾンゴールドがですね、発行開始になりますということで、今回ね、発表になって気になってる方ね、結構いらっしゃるかななんていうふうに思いますので、先にね、申し上げておくとですね、こちらのカードはですね、残念ながらね、ANA マイル、JAL マイルの、貯めるね、メインカードにはおそらくなっては来ないと思うんですけども、まあ、今回ね、新しくクレジットカード発表されましたということで、気になってる方はね、結構いらっしゃるのではないのかなと思いまして、今回ね、解説やっていきたいなと思いますので、マイルのことはね、ちょっと一旦置いといて、気になる方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。ということで、基本スペックね、私の方でちょっとまとめさせていただきました。券面はね、こんな感じになっておりまして、国際ブランドはビザとアメックスがね、ありまして、年会費は税込み1万1000円っていう風になります。まあ、ゴールドカードなので、年会費が結構するね、クレジットカードっていう風になりまして、この年会費に関してはですね、優待制度がありまして、年間50万円以上ね、利用していただくと永年無料になるっていうね、まあ最近結構多いですけども、こういったクレジットカードになっておりまして、またね、こちらの一般カードありますよね。私はね、まあちょっと後で話しますけども、私は一般カード持っておりまして、こちらからインビテーションをもらった方はですね、年会費ね、1万1000円払わず、永年ね、無料で利用することができます。で、還元率なんですけども、基本還元率は 0.5% 還元ということで、200円につき1ポイントがね、貯まるクレジットカードっていう風になります。で、貯まるポイントが JR キューポっていう風になりまして、発行元はね、クレディセゾンっていった形になります。で、またね、付帯特典がね、このカードにありまして、ご利用金額に応じたボーナスポイントの付与、加盟店のポイントアップ特典。こちらね、JQカードセゾンということで、JR 九州のね、提携カードっていう風になると思いますので、JR 九州のね、アムプラザでのお買い物特典とかね、こういうのがあるんですよね。あと JR 九州のインターネット列車予約の特典だったり、JR グループにおける各種特典。あとね、セゾンの優待加盟店での、まあ、施設。店舗施設利用可能。あとね、国内の、クレジットカードラウンジですね。またね、国内外の海外旅行保険がね、付帯しているっていった形になります。で、こちらのね、注目ポイントとしては、ご利用金額に応じてボーナスポイントがもらえるということで、こちらですね、年間50万円を使うと2500ポイント、年間100万円を使うとプラスね、1万ポイントがね、もらえるっていうね、ボーナスポイントプログラムがあるんですよね。ですので、基本還元率は 0.5% 還元。で、100万円きっちり使っていただくと、プラスね、1% 還元っていう風になりますんで、合計ね、1.5% 還元っていう風になるんですよね。で、貯まるポイントが JR キューポっていう風になりますんで、ANA マイルね、JAL マイルに交換する場合はですね、ANA マイルには 70%、JAL マイルには基本 50% で交換可能っていう風になりますんで、ANA マイルの還元率は 1.05%、JAL マイルの交換率は 0.75% っていった形になります。まあ、至って普通、もしくはちょっと良くないぐらいですかね。まあ、基本還元率がね、0.5% なので、まあ、これが 1% だったらね、ちょっと違ったりね、するんですけども、残念ながらね、基本還元率 0.5% で、まあ、100万円使って 1.5% 還元っていう感じですかね。ですので、マイルを貯めるメインカードにはね、ちょっとなり得ない感じですかね。で、またですね、注目ポイントがね、もう一個ありまして、対象加盟店でさらに JR キューポが貯まるということで、こちらね、ちょっと公式サイトなんですけども、コンビニ、ネットショッピングや動画配信、スマートフォン、携帯利用料金などの対象加盟店でのご利用で通常の3倍または5倍の JR キューポポイントが貯まりますということで、こちらね、非常に気になる文言ですよね。これ、今ね、三井住友カードでタッチ決済でね、コンビニ 5% とかね、ファミリーマートは確か抜けちゃったんですけども、まあそういうのやってますよね。あと飲食店ね、ガストとかね、5% 還元で利用することができるので、三井住友ナンバーレスね、利用されてる方非常に多いと思うんですけども、まあああいった感じで対象店だけね、3倍5倍みたいなのがね、一応このね、
JQ カードセゾンゴールドにもですね、付帯されるっていう風になりますんで、まあどうなんですかね、三井住友ナンバーレスと同じ感じになるのか、まあちょっと違う路線をね、攻めてくるのか、ちょっとわからないですけども、こちらね、残念ながら詳細はね、3月1日以降ね、ホームページでお知らせしますっていう風になりますんで、まああとね、半月ぐらいあるんですけども、こちらね、ちょっと楽しみな部分ではありますかね。生活ね、必需品で決済できるところで、まあこれがね、もしも加盟してたらですね、まあ結構いいんじゃないかななんていうふうに思うんですよね。まあ3倍から5倍っていうふうになりますんで、まあ基本還元率 0.5% ですけども、まあそれでね、3倍の 1.5% とかですね、5倍の 2.5% とかね、まあこんな感じで取れたらですね、まあめちゃくちゃいいなと思うんですけども、まあこれもね、どうなんですかね、ちょっと楽しみな部分はありますけども、まあそこまでね、甘くないのかなっていうところですかね。はい、ということで今回ですね、JQカードセゾンゴールドがですね、3月1日より新規ね、発行開始になりますということで、解説させていただいたわけなんですけども、私はですね、こちらのね、一般カードをね、持ってるんですよね。で今回ね、ゴールドカード発表になりまして、まあ私はね、発行するのかっていう話なんですけども、まあおそらくね、発行はしないですかね。で、こちらのね、一般カードで修行して、まあ、インビテーションが来れば、税年無料で利用できそうなので、まあ、それであればですね、利用したいなっていうところなんですけども、別にね、修行したからといって、永年無料とは書いてありましたけども、初年度無料とは書いてないので、もしかしたらね、インビテーション来ても、初年度はお金かかるかもしれないんで、まあ、これもちょっとね、詳しくはまだわかんないんですけども、JQカード製造自体はですね、JR キューポから永久不滅ポイントに交換するようにね、こちら必須のカードなんですよね。まあこちらのね、JQ みずほルート最近ね、よく出てきておりますけれども、まあこちらのね、JQ セゾンカードはね、JQ みずほルートをね、開通するのに必要なクレジットカードっていう風になりますんで、まあこのカードあればね、ポイントの交換自体はね、できてしまいますんで、まあちょっとね、ポイントサイトの案件とかが出てきて、まあ同額のね、ポイントが、年会費とね、同じポイントがもらえるような案件が出ればですね、まあ発行する可能性はね、あるかななんていうふうに思うんですけども、まあ正直ね、今の出てる情報だと、まあ還元率もね、今一つということで、またね、海外旅行保険も利用付帯っていうふうになりますんで、まあどうしても欲しいカードではないかなっていうところですかね。まあこれもね、今の情報、今出てるね、情報で判断すると、まあこういった形になりますんで、まあこの対象点がね、3倍、5倍、ここら辺がね、どうなってくるかね、楽しみにしておきたいなと思います。ということで今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私の動画ツイッターやめてますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。ということで今回ね、おまけ動画作らせていただきました。前回ね、こちらの動画で解説した MI カードの3万円キャッシュバックキャンペーン、こちらなんですけども、この動画ね、出した時はですね、このゴールドカードっていうのは、初年度年会費無料キャンペーンが今やってるんですよね。で、このキャンペーンと初年度年会費無料、まあキャッシュバックなキャンペーンなんですけども、こちらね、併用することを私できないと思ってたんですけども、これね、ページ進んでいくと、年会費キャッシュバックのね、ページが出てきますので、こちらね、利用することができるっていう風になりますんで、このね、ゴールドカードの方は、羽田空港のね、ティアットラウンジ、スカイチームのね、ステイラウンジになっているビジネスクラスラウンジがクレジットカード発行するだけでね、利用することができるんですよね。ですので、初年度年会費無料ね、受けてしまえば、まあ、このね、ラウンジもね、1年間無料で利用することができて、またね、こちらの3万円のキャンペーン、iPhone 使っている方で Apple Pay でね、利用していただければ、毎月ね、10% 還元が受けられるっていうね、非常にお得なキャンペーンっていう風になっておりますので、ぜひね、利用してみていただければなと思います。私もね、こちらのキャンペーン利用したくて、先日ね、こちら発行させていただきました。私はね、このカードじゃなくて、MI カードゴールドプラスの方でゴールド持ってますんで、まあ、ソロラウンジもね、利用することができて、またね、2回ね、キャッシュバックキャンペーン受けることはできないので、私の場合はね、ゴールドでそのキャンペーン、キャッシュバックキャンペーンで受けてますんで、まあ、今回ね、一般カードを発行させていただいたんですけども、もしね、これから発行される方はですね、ゴールドカードの方がですね、ティアットラウンジで入ることができるっていう風になりますんで、ぜひね、こちらも検討ね、していただければなと思います。3ヶ月間ね、10% 還元が受けられつつ、またね、羽田空港のね、ビジネスクラスラウンジ入れるっていう風になりますんで、こちらね、クレジットカードと搭乗券さえあれば入れますんで、LCC でもね、こちら入れるっていう風になりますんで、非常におすすめです。
気になる方はですね、ぜひね、公式サイト概要欄に載せておきますんで、チェックね、していただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look